が崩れていますね。どうやらちょっと早く着いちゃったみたいなので、会場にまだ入れません。ちょっと散策してみたいと思います。入ってくるところの道路が工事中でちょっと迂回してきました。水害があったのかな。ここも道路が崩れていますね。先月の水害の爪痕がまだ残ってますね。危ないですね。今日は深浦ですが、昨日三沢から戻ったばっかりで、なんだかねちょっと頭がついていってないような気がしますけど、これはゲートボール場ですね。20代前半の頃ゲートボールやったことありますね。意外とね意地悪っていうかね、そんなゲームなので結構ムキになったりしますよね、ゲートボールやると。工事中です。入り口のところぐるっとね迂回して
この間ここに入れません。あ、やっぱ水害の爪痕がまだ残ってるんですね。お疲れ様です。9時半の約束だったのかな。今9時なんですけど、会場が鍵がかかって入れないんですね。10時からね、1時間半公演にします。内容は昨日の三沢と同じですけども、聴講していただく方々のね反応によってまたちょっとね違いますので、毎回変わりますのでね、緊張します。危ない危ない。このバスずっと燃えてねえのかな。車の姿が分かってるんですよ。バスと気になるんですよ。頑張って公演します。